皆さんこんにちは、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。今回はマクドナルドのハッピーセットのこちら妖怪ウォッチのカード6パック開封してみたいと思います。今回はですね、ニャン系妖怪大集合ということで、冬ニャン S とかジバニャン、ここには桃太郎ニャン、あとガブニャン、トレジャージバニャン、ニャン騎士、ニャン魔女、ロボニャン、 F 型がラインナップしてます。全8種。では早速開封してみます。6パック開封して、果たしてキラカード冬ニャン S 出るか、あと狙ってるのはガブニャンです。じゃん、1枚目ロボニャン F 型出ました。背景がマクドナルドのレジですね。そして裏面こちらです。ロボニャン F 型の説明書かれてます。そして他のニャン系もいますね。すげえ。2パック目参ります。被らないでほしい、せーの、ドン。あ、トレジャージバニャン出ました。妖怪ウォッチ3から登場してる新キャラですね。バスターズトレジャーに行く格好してます。こちらウキウキペディアドリームで使えるカードになってて、友情レベルは最初1ですね。3パック目いきます。ノーマルノーマルと続いてますね。ちょい出し、これは、あ、ハンバーグ頭に乗ってるということは、じゃん、ジバニャンのカードですね。ジバニャンの頭の上にハンバーガーが乗ってます。しかも座ってるんだよね、レジの前で。裏面がこちらです。裏面も可愛いですね。4パック目いきます。そろそろ冬ニャン S 来るか、ちょい出しドン。あ、来ました、冬ニャン S のキラカードです。表面がめちゃめちゃキラキラしてます。冬ニャン S はこれオーラ出てますね。黄色の周りにありますね。見えますかね。そして頭の上にはハンバーガーが乗ってます。いいね。冬ニャン S の裏面がこちらです。ラスト2パックです。被らずにこのまま順調にいくかな。ガブニャンも出てきてほしいんだけど、せーの、じゃん、ガブニャン出ました。かわいいよね。これレジの前でガブニャン浮いてます。吸血鬼の猫妖怪、牙も生えてるよね。ガブニャンはアメリカだとガブニャンの名前ってさ、ドラキュラニャンみたいな名前になるんだよね。すごいですね、今のところ1枚も被ってない。ラスト6パック目いきます。最後のカードはじゃん、桃太郎ニャンのカードです。日本一の登り旗持ってますね。剣は脇差しにあります。昔話のヒーロー妖怪桃太郎ニャン。そして裏面がこちらです。ポテトうまい。カード6枚の結果こちらです。ロボニャン F 型にトレジャージバニャン、フユニャン S、 ジバニャン、モモタロニャン、ガブニャンということで、狙ってたキラカードのフユニャン S なんとかゲットできました。こちらなくなり次第終了ですので、欲しい方はお早めに。ニャ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 ン。